はい、こんばんは。ネリーと人形の街、リメンバー、なんだっけ、ファーストデモバージョン 1.0 やっていきたいと思います。前回、なんだっけな。あ、そっか、井戸みたいなとこに隠れたってとこからのスタートですね。さあ、やってみようか。チラシが落ちてる。困ってる方、誰でもいつでも助けます。ヒーロー事務所はピンクの扉。なんだそれ。本当に今すげえ困ってるぞ。まあ、とりあえず行くんだろうね、ピンクの事務所に。どんな感じだったっけ？脅かしてくんだっけ？脅かしてこないでよ。おっと、どっちに行こっかな？左に行こう。お、あったね。罠か。あった。天井に穴が開いてる。落ちてきたのかな？よかった。あれ？っていうか、壊れてたとこ直ってる。どうして優しいやつらなのか、あいつら、優しいやつらなんだね。やっぱ人形を捨ててる人間が嫌いなだけで、根は優しいんだ。トイストーリー的なね、何姿勢を見つかってよかった。もう絶対なくさないからね。お人形を手に入れた。トイストーリーの指導みたいに思われたのかな。お父さんが誕生日をくれた俺も人形と。よし。ん？割れ目みたいなのあるね。うわ、なに追っかけてくんじゃん、絶対。じゃあヒーローの方。わかんないけど。これだってピンクの扉って書いてあったんだ。寮への帰り道見つかるかな？本当だよ。大丈夫か？これ分岐か？あなたどうしたの？お、めっちゃヒーローっぽい。魔法少女的なやついる。どうしたの？顔青いよ。いや、ヒーローっぽく喋よう。ねえ、リーダー。あの子人形じゃないよ。そっか、それできっと、町のみんなにちょっかい出されたんだね。ん？あ、お前リーダーなの？びっくりしたでしょ。でも、しょうがないの。この町のルールだから、人形じゃないものはここにじゃいられないの。人形じゃないものは食べられるか、マジか、食べられるか人形になるかっていう二択しかないの。じゃあ人形になるよ。まあ、あなたみたいなタイプの人間は、人形になったら人間の時できたことは一切できなくなると思うけど、どういうこと？でもそれはそれで悪くないと思うよ、私は。だってお友達が増えたら嬉しいもん。ああ、大丈夫。全然迷惑をかける気はないよ。たとえあなたが人形じゃなくても私たちは味方。私たちは誰でも助けるヒーロー少女隊だからね。もしどうしようもなくなったら困った時は目印になりそうな場所でこのカードを頭に頭上に掲げて助けに行ってあげる。ピンクのカードを手に入れた。やったー。何に使うんだ？いつ使えばいいんだ？とりあえずセーブしとこう。あ、いいのか。もうちょっと分岐っぽいな。困ってる方、誰でもいつでも助けます。今は使えない。なんだろう、これ。地下の鍵 C を手に入れた。やった。地下の鍵 C。引き出しの中に何かある。地下の鍵。ここにいっぱいあるじゃん。空っぽの植木鉢の中には何もないんだ。あ、ありがとう。いいえ。ヒーローだからね。強いのかな。ヒーロー協会入ってる？リーダーはとってもかっこいいの。うん。かっこよさそうだよ。リーダーって何でもできるんだよ。取り巻き軍団。さて。セーブしよっと。まだ追っかけてきてるとかないよね。戻れたりする？あ、戻れる。ちょっと戻りたいしね。てか、いろんなとこ行けるから、いろんなとこ行きたいよな、さすがに。どこ行こうか。まあ、ここかな、最初は。鍵がかかってる。あ、ここは地下の鍵で使えるわけじゃないんだ。地下の鍵 A を使った。あ、A を使っちゃったか。やばいじゃん。なぜか開かなくなってる。嘘でしょ。やばい。あー、ごめんなさい。あー、さよなら。もうバカ。ゲームオーバー。あ、エンディング回収できましたね、皆さん。よかった。エンディング回収できてよかった。なるほどね。驚きすぎて何もできなかったな。こっちが行ってみようか。鍵がかかってる。ああ、よかった。あ、なんだ、そういうことね。じゃあ何も怖くないわ。ここも鍵かかっててよ。何怖いんだけど。そんだけ100。めっちゃ見るやん、お前。怖っ。そんだけかよ。もう、バカ。ハート2しかないんだけど。よし、あの光るやつを速攻取ると。速攻取る。よし。地下の鍵 B を手に入れた。ここか？鍵がかかってる。嘘でしょ、もう積んどるやんけ。積んどるやん。どうしよう。あの目のやつはなんか一応やっといた方がいいのかな。やってたやってないで分岐来たりするかな。ちょっとやっとこう。ちょっと怖いよ、多分みんな。気をつけて。目ギョロってくるよ。ほら。で、ダメージ1食らうんだよ。なぜかね。怖いよね。はい。目を見た分岐があるのなら、こっち。おい、何見てんだよ。ジロジロ見てんじゃねえよ。こっち女子中学生か女子高校生かどっちかだぞ。どっから脱出できんのこれじゃあ。速攻取る。で、これ通る。で、クマにしゃべりかける。何これ何これピンクのカードだよ。カードを掲げてみた。おおすごっ。ありがとう、ヒーローの方々。あ、そういうゲームこれ。怪しい扉。私、おしゃれがしたい扉。あら、あなた素敵な髪ね。その髪、私にくれる？くれたら通してあげてもいいよ。平気よ。代わりのものをあげるから。あげないから。あげない。何を？何を？いいじゃない。怖っ。ここなんか分岐か？あげてみる。あげたらバッドエンドとかあんのかな？あげよう。うふふ、素敵になったでしょ？何何？殺されんの？これ。あれ？殺されないね。何これ怖い。あ、何？あ、ネリーちゃん変わってるよね、これ多分。可愛くなってる気がする。ハサミを手に入れたー。何何？ああ、戻るの？あ、戻れんやんけ。何これ何これ、どうすんのどうすんの？何何？どういうこと？髪の毛あげないよ。なんかよくわかんなかったし。どこで鍵使うんだろうな。あ、隣かな。あ、まだ見とるやん、お前。どんだけ見たいの？あ、なんかありそうな、本当に分岐。髪切ったバージョンも良かったけどな。ちょっと待って、これ何回もさ、入るとさ、なんか変わったりすんのかな。あ、入れないわ。で、めっちゃ俺の方見るやん。やめて。ちゃんと女の子を追いかけといて。地下の鍵 B を使った。お、人形が落ちてる。リボンに何か書いてある。動けません。お願い、私の体を探して。OK、探してある。左右の、左右じゃないわ。左足と右腕がないようだ。絶対探してやるからな。だから絶対に襲ってくんなよ。絶対探してやる。大丈夫。待ってろ待ってろ。あー、花があったら植えれたんだ。くっそ。何今の空間。何この扉開いただけみたいな。ああ、そういうことね。これバッドエンドじゃん。絶対暗くなってくんだけど。あそこは罠なんだ。みんなあそこは罠だ。気をつけて。この野郎。やってくれたな。なるほどね。一回、あんなんだって気になるじゃん。絶対。地下の鍵 B 使う。はい。一旦ここでセーブ。もう上は、あ、お前とちょっと話すわ、一回。絶対お前を助けてやるからなって、ここで固い決意決めて、絶対上には行かない。おお、なになになに、あはははは、じゃねえよ。鍵を取られた。おい、ふざけんな、盗っ人が。開かない。何も。メモが貼ってる。お揃いのレイアウトがいいと書いてある。ああ。了解。これ、どっかに同じような部屋があって、お揃いにしたいのね。オッケーオッケー。窓が開いてる。引き出しの中にある。引き出し、ちゃんと覚えた？覚えてないよ。クマ。あ、ドレスクマ。ドレスクマ。左下椅子。真ん中付近椅子。チェック。みたいなやつね。オッケー、やってみようか。物は試しだ。魔法の裁縫セットを手に入れた。どういうこと？ねえねえ、あなたのお名前は？ネリーだよ。ネリーってのうふふ、うふふ、うふふ。だからなんだよ。やかましいよ、ボケが。何お前。ねえ、遊ぼうねえで。いいよ、遊ぼうよ。うわ、遊ばないよ。お前。あはははじゃねえよ。嫌い。めっちゃ嫌い、お前。あ、オッケーオッケー。簡単簡単。動かしてこう、動かしてこうよ。こういうことでしょ？で、これはね、この辺。そう。あ、これ椅子。あれじゃない？熊の手じゃない？なんか落ちてる。人形の右腕を手に入れた。あの子のかな？絶対あの子のだ。絶対届けてやろうぜ。よしよし。セーブしとこう。まあ、あはははでダメージを与えられたが、まあ、かま、あ、そうだね。こうだね。メモが貼ってる。恐れのレイアウトにしてやったよ。してやったよ、今。これでいいんでしょ？こうじゃないの？あ、鍵の開く音がした。よし。一発でできたってすごくないですか？うるさいのいたね。なにこいつ。お、あ、なに？これで回復できるの？素晴らしいな。素敵システム。題名めっちゃ面白いやん。強いヘンデルとグレーデル。ヘンデルとグレーデルは両親に森の奥に置き去られてしまいました。しかし、両親に内緒でヘンゼルは帰り道の目印としてパンくずを道に置いて歩いていました。カサカサうるせえわ。ですが、パンくずは鳥の餌。野鳥がパンくずを狙ったところをヘンゼルは、なんだ？尻ポケットに仕込んでいた猟銃で華麗に仕留めました。グレーテル。やったぜ、兄貴。グレーテルは称賛しました。ヘンゼルは、狩猟免許を所持していたのです。何の話？次回、ヘンゼルとグレーテル、初めてのサバイバル。もう今、サバイバルしたからもう初めてじゃないよ。初めてじゃないっちゃ初めてじゃないよ。何もお前、忙しそうだね。何ここ何があったの？回復できたよってだけ？そんだけ？あいつに一回当たっとく。囲まれたー。ん？あ、捕まえた。あ、捕まえればよかったのか。しょんぼり。鍵を取り返した。ああ、そういうことね。鬼ごっこ楽しかった。また遊ぼう。いいよいいよ、全然。お前、無害なら全然いいよ、俺は。もうそういうカサカサとかだって、面白いしね。ああ、愉快なやつ、いいんだなって思うだけだから、こっちは。全然構わないよ、それで。それでいいならね。お前もう髪引っ張ってくるもんな。地下の鍵 C を使った。うめき声がする。助けてやるから襲ってくんなよ。何もなかったら早く出よう。ほんとだよね。絶対ガシャンとかやってくんでしょ。もう慣れた。ガシャンとかやってきてみな。あ、そういうことね。折れた針とか当たったら当たるのね。人形の左足を手に入れた。ん？そんなんでびっくりするわけないだろ。うわー。ああ、なるほど。追っかけてくんのね。かかってこい。わあ、俺も大人になったな。あれでびっくりしなかったよ。あ、なにピンクのカードだよ。ヒーローはいつも助けてくれるな。ありがとう。いいえ、気をつけてね。もちろんだと思う。あれでびっくりしなかったってすごくないですか？だって。あ、戻れなくなってる。すごくないですか？だって今までだったら、うわーとか、いいとか言ってたよ、俺。もう、無だった。難しそう。うまくいくかな。直してやろうぜ。お、なんか現れたな、背後に。何かを差し出した。地下の鍵 D を手に入れた。直した。この裁縫セット、すごい。手が勝手に動いたわ。お大事に。お、近寄ってきてんじゃん。まあでもちょっと気になるから、挨拶だけしようか。ずるい。ねえ、私にも構ってよ。構ってやるよ。嫌だ、しつこい。絶対殺されるじゃん、これ。だってしょうがないじゃん。面白いんだもん。怖がってるとこ、痛がってるとこ見るの。ひどい。あ、でも、なんもやってこないんだ。死ぬんかと思ったわ。しつこい。ああ、なるほどね。いいよ。お前、どうしたお前。あはは。あ、もう攻撃してこないの？ハート1だったら優しくしてくれるの？みんな。よく見つけたね。直してくれてありがとう。とリボンに書かれてる。リボンで会話するタイプね。オッケー。あー、マックスか。怖いな。うん、怖いわ。分岐とかあったらどうしよう。なぜか通れない。なんで？こんな通れそうなのに。ねえ、こっちにおいでよ。そんなんでびっくりするか、つぶらな瞳ですね。素敵ですよ。あの子しつこい。本当だよ。かわいいな。テディベア軍団はかわいいよね、割と。ギョロメさん。おはよう。ここも割れるんだろうな、多分。あ、てか、ここに花とかねえかな。花あったら花見て回復できるからな。あー、空っぽの植木鉢ってそういう意味か。花植えれるんだ。悔しい。地下の鍵 D を使った。なんか絶対来そうだったのに。来そうで来ないの。まあいいか、ここで。お、キューピー。人形みたいなのあるよ。大丈夫なのこれ。うわ、たくさんいる。でもなんだか静か。おい、そこの君。よく見えんが、ちゃんと君もこっちに並びなさい。ほら、ちゃんと並びなさい。はい、並びます、並びます。それではみんな、ゲームの時間だ。今日は王様から景品が出てるぞ。優秀な子にあげよう。ゲーム？右と左の人形たちをよく覚えてね。あ、よく見てね。後からクイズを出すよ。マジですか。連続で当て続ければ君の勝ちだ。いいね。オッケー、オッケー。いつ覚えればいいの？今オッケー、オッケー。じゃあ問題だ。やばい、全然覚えてないよ。一番左上にいたのは誰？わかんねえよ。二択だ。クマ。おー、やった。ラッキーラッキー。当たったよ。第2問。青い人形いくつあった？ 1,2,3,4,5,6,7 かな？ 7 だな、7。お、やったやった。第3問。全部で3つだったのは何色？うわ、わかんねえよ。青ではないもんね。だってさっき7だったんだもん。赤かな？でも赤4つぐらいあったっぽいな。緑、茶色、黒。どうしよう。この3択にするわ。どうしようかな。緑。ブー。あ、やべ、死んだ。全部で3だったのは、このクマちゃんだね。グレーかな。もう一回出してよ。全問正解者が1人も出ないとは。特別にもう一度、みんなにチャンスをあげよう。おー、当たり前。オッケー、オッケー。てか、お化けってのは何？青が、1、2、3、4、5、6。6か、これ。で、赤が4、緑が5、灰色っぽいやつが5、黒っぽいやつが3、OK。で、左上はクマ、OK。かかってこい。じゃあ問題だ。第1問。ああ、もう同じか。同じならだいぶ簡単だな。黒だよね。やった。わーい、これ一発でいけてたら超かっこよかったよね。全問正解、お見事。つい参加しちゃった。よくやった。君はとても優秀だ。景品をあげよう。ありがとう。やった。バーの会員権。なあ、君、困ってることはないかい？へ？私は頼られるのが好きでね。君みたいな優秀なこの相談にぜひ乗りたいんだ。私はこの、地下1階のボスだからな。何でも聞いてあげるよ。よくわかんないけど、助けてくれるのかな？じゃあこの街から出る方法を教えて殺されるぞ。わからないな。それは自分で何とかしなさい。助けてくれないやないかい。じゃああなたは、ボスなんですよね。人形のみんなに人間を追いかけないように注意して。めんどくさいな。何もやってくんねえじゃねえか。何もやらねえじゃねえか。何でも聞いてくれるって言ったじゃないの。この天の弱野郎が。ってことだね。ネリー、やばい、あの人形。分身の術使えんのね。あの子。じゃあ、あの子、しつこくちょっかい出してくるんですけど、やめさせてもらえませんか？正直何でも聞くとは言ったけれど、解決するとは言ってないのだ。バカ。この一級さん野郎が。いいボスって思われたいから話を聞くよ。でも問題を解決するのってとっても面倒なんだよね。そう、実は聞きたいだけなんだ、バカ。自分で何とかしなさい、バカ。はあ？私は、私の一番の味方さ。めんどくさそうなことには首を突っ込まないのさ。もう一番そういうボスは嫌われるよ。すげえ追っかけてきてたな。もういっか、分岐あったらやり直すわ。うん、一回やり直す、面白いし。ああ、はい。もう戻ん、うわあ、めっちゃキューピー来るやん。キューピー3分クッキングでもやるつもりなの？ああ、あげない、あげない。あげないよ。だってさっきあげても何も起こんなかったじゃん。さて、行ってみましょう。鍵がかかってる。あれ、ここの鍵じゃないの？てか、マジで回復がしたいんだよな。次どうすんの？もう戻れんのかなあ、ひゃかわいい。お、なになに、もうダメじゃん、これ。ああ。ちょっと HP1 ってさ、ずいぶんきつくない？もうこの面も嫌だし。HP1 ってのがすごいきついな。さあ、かかってこい。シュッ。さっきはいなかったのに、本当だよね。あ、なんだ、お前に喋れ。あ、ピンクのカードか。お願い。あれ？なんでさっきは。何？ピンクのカード崩れてなくなった。やば。うふうふふ。怖っ。もういいや。疲れた。あ、誰いや、めっちゃ可愛いじゃん。はあ、やっと出られた。可愛い子現れた。諦めないで。い。強い。手掴んで。侵入者確認。人形じゃない侵入者確認。捕まえろー。うわー、多分こっち。いいな。素敵なお姉様に出会えた。はあ、はあ。大丈夫？あ、うん。人間？うん。大丈夫？もう本当にダメかと思ったから。ありがとう。はじめまして。私ネリー、あなたは？ティルム。ああ、こうやって出てきてくれるんだ。ネリーちゃんの時もあったもんね。俺、ネリーちゃんが喋ってんのかと思った、こうやって。ティルム、おっとりした性格の男の子。あ、男なんだ。可愛いって言っちゃったわ。ごめんね。周りと若干ずれていても気にしない。俺みたいなタイプかな。まあでも俺おっとりしてないか。あ、よろしくティルム。珍しい名前だね。うん、よろしく。ネリー、こちらこそさっきはありがとう。さっき？目玉の部屋、出られなくて怖かったけど、ネリーが来て扉を開けてくれたから出られたんだ。そうだったんだ。ごめんね、気づかなくて。一人で逃げちゃって。ちゃんと気づいて助けるべきだったよね。あ、なんかここも分岐なのかな。助かったもの。大きな目玉に襲われることくらい小さなことだし気にしないで。いや結構大事じゃない？そうかな。そんな気もしてきた。何この独特な間。会えてよかった。結婚すんの？じゃあちょっぴり休んで一緒に逃げ道探そう。ティルムが仲間になった。いいの？どういう休み方するつもり？手がかりなんか見つかった？出口の。ごめん。わかんないの。いろんなところ探ってみてるんだけど。そっか。でもきっと見つかるよ。ティルムは何か見つかった？これ拾ったんだけど、これを体につけて人間のふりできないかな。そしたらもっと街を歩けるかも。不思議なネジ。ああ、なるほどね。うまくいかないよ、普通。うまくいくかな。やってみるだけやってみようよ。ね。チャレンジ。もう何よりも、ハートが、3になってるってのがありがたい。さて、今どんくらいだろう。まあ、そうだね。こんくらいにしとこっかね。だって、いい仲間にも出会えたし。あ、読もうか。穴に落ちちゃったんだ。それで気がついたらあの部屋に。歩いててうっかり落ちちゃったんだ。大変だったね。うん。そこは自分から行ったんだ。街を歩いてて、そしたら目の前に穴があって、近道と思って飛び込んでみたんだけど、全然そんなことはなかった。なんでさ、口がさ、猫とかみたいになってんの？もう、そんな時もあるよね。ねえよ。ネリーとティルム。うん、素敵だね。うん。とりあえず一応セーブしとこう。喋ったし。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回やっていきましょう。ネリーと人形の街。面白いですね。めっちゃ楽しい。そしてなんかこの本ワーカーとしてなんか適度なホラー感とかがね、やりやすい。素敵なゲームです。ぜひみんなもやってみたらいいんじゃない？最後投げやりになるっていう。それでは本日はこの辺にしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。ネリーと人形の街、次回に続きます。